どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。デカボイス、続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、ちょっと、まだわからないから、ライアンが死んでいるのはてなだから、ライアン大丈夫かもしれない。ってことで、最上階を目指します。最上階何階なんだろうね。怪しい。あ、なんだ、ちょっと待って。11571だっけ ?11571。すごいじゃん。11571。なんで4になるの？11571。あれ違うわ。違うな。なんだ？どっかに答えがあるんじゃないのか。な、奥に何か仕掛けがありそうだ。ライアン！あ？ライアン？あの場所11571が分かんないと絶望的じゃないの？ 11571 だったかな。写真撮っとけよかった。オープン！書いてあったりすんだろ。オープン！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 オーブン！オーブンだな。態度風記者の名前が彫り込まれている。あ、そう、態度風記者。管理キー情報。はいはい、管理キー情報来た。全然いちいちとかなかったけどね。いや、待て、あるぞ。カサンドラタワー。あーたた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 。すごいね、こうやってわかるの。で、クオレ時計塔の、多分、7371。これだってるかな。いや、制御室だよね、ここの見ても。待って。オーブン！態度風記者。管理キー情報。制御室40227。はい、40227。完璧。オープン。はい、クオレ時計と0秒73717だね。てかもう0秒の鍵って書いてあったわ。73717、73717、73717。完璧。おお、ドド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 。何？そんな開け方する？ドド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 ってなったけどね。やった、いたぜ。閉まるよね。あいつ土産に弾をな、撃ってこようとしたらライアンに当たったからな。ライアンが助けてくれて。いやー、ライアン来てくれると思うんだよな、最後で。お、カサンドラ追いついたぞ。おお、ジュリア、その衣装よく似合っているぞ。セイレーンの涙も一層輝いて見える。お母さん。カサンドラ、感動の対面が叶って嬉しそうじゃないか。ジュリア、さあ歌ってやれ、母のためにな。風に揺れてた春の木漏れ日、丘の上まで
口笛を吹いて肌のぬくもり声の優しさ握りしめてた小さな両手もう間に合え サンドラ君は不死身かねスティーブン刑事ちょうど今親子水入らずってやつでね儀式の途中だ無粋な真似は勘弁願いたいもんだがそうもいかないぜスティーブン刑事、唐突な質問で恐縮だが、君は満ち足りたことがあるかね？ないな。そうか。絶対の安穏、瞬間の永続、そういった満足を得られたことはあるか？ない。やはり君は幸せな人生を送ってきたようだな。なぜそう言える？羨ましいとまでは言わないが、私は今までただの一度もなかったよ。おかしいな。そんな私でも15年前に愛した女がいた。私はその彼女を取り戻すために手を尽くした。彼女を愛していたのだよ。いいことではないか。君が考えている以上にな。あ、そう。君は人を愛したことがあるか？もちろんあるぞ君ごときが愛を語るおっとちょっと待ってくれよ愛は力だと同感だそうか力のない愛は愛ではない権力、財力、暴力すべての力が愛なのだ君ごときの愛では死にゆく者をとどめることすらできないだろうそれは本当に望んでることなのかましてや蘇らせることなどできやしまい望んでることなのかそれはしかし私ならできるありったけの愛を注いで集めた精霊園の涙と歌いて儀式の準備は揃った古の力について君も知りたいかはい知りたいですイリオステルトを北に知ってるわそれそれは幸せ復活の手続きなのだよ黒い太陽が昇る暁歌い手そしてセイレーンの涙その全ての条件が合致した時歌声は死者を呼び覚ます笑うなら笑え私は信じる再び妻が私に微笑みかけることを本当に微笑みかけてくれるかな私はもはや人の命が関わること以外ちっとも楽しめなくなってしまったその点君は随分と私を楽しませてくれたなどういたしまして謙遜しなくてもいいここに至るまでのどの時点で死んでもおかしくないのに今君はこうやって私の目の前にいるそうだなこれも運命我が妻カサンドラの導きだな。そう思うだろう。いや、全く。彼女も迷惑しているだろう。バカな男だ。言うね。カサンドラの導きを否定するとは、見えないから信じない、典型的なバカだ。おお、そうだ。導きといえば、自らの復活の儀式に歌い手として実の娘を呼び寄せたのもカサンドラの導きそれによって
ジュリアが命を落とすことになるのもカサンドラの導きといったところか。お前はなんていうやつだ。君が知る由もなかろう。もっともこのことはジュリアも知らないことだがな。スティーブン刑事、明暗を思いついた。一つこの儀式の行く末を占ってみよう。君が勝てば私が死んでジュリアを救えるかもしれない。もし負ければ君はここで永遠に眠り続けるだけだ。公平だろ。この勝負受けるかね。受けよう。よろしい。では始めよう。なんだ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 。古い決闘のやり方だ。銃を下ろした状態でカウントを交互に5つ数える。数え方は5、4、3、2、1とカウントダウンして、最後の0を言い終えたところでお互いに銃を構えて撃ち合う。実にシンプルだ。分かったな。分かった。お互い銃を下ろした状態で交互に5つカウントする。0のカウントで銃を構えて撃ち合う。理解できたか。分かった。よろしい。早速始めさせてもらうが、最後の確認だ。よく聞けよ。銃の構え方、引き金の引き方はこれまでと同じだ。はあ。もしカウント0より早く銃を構えたり、カウントを数えなかったり。何何、ちょっと待って、それすげえ難しくねえか。ルール違反だからな。分かったか。分かった。よろしい。では早速始めよう。敬意を表して君からカウントダウンさせてやろう。5からだ。来い。5。違うぞ。君が5から始める。交互に0までカウントだぞ。さあ早く始めろ。5からだ。5。待て、落ちるなよスティーブン刑事。待て仕切り直しだ。あれ全然俺分かってない感じこれ。5、4、3、2。間違うだよね。 5からカウントでいいんだよね。5って言ったら君は4って言うんだよね。次はない。分かったら。ちょっと始めろ。5、4。はいはいはい。3、2、1、0。ほっ。残念。え？私の方が早かったようだ。では約束通り、我が妻カサンドラに花を添えていただくよ。赤く滴るバラをね。なぜだ！見がわか。俺の方が銃先に構えてたよね。何、撃ってなかったってこと？当然の結果だ。安心したまえ。ジュリアもすぐに君の元へ連れて行く。ちょっと理解できたか。早くしろ。よろしい。早速始めさせてもらうが、最後の確認だ。よく聞けよ。銃の構え方、引き金の引き方は、これまでと同じだ。わかった。頼むぞ。もし、カウント0より早く銃を構えたり、カウントを数えなかったり、カウント数を間違えた場合は、ルール違反だからな。わかったか。ああ。どうした？このルールじゃ不満か、スティーブン刑事。もう選択肢はない。このルールが不満ならどうなるかわかる。わかった。よろしい。では早速始めよう。敬意を表して君からカウントダウンさせてやろう。最終的に言えた方が絶対強いと思うんですけどね。来い。Go。 待て、パチるなよスティーブン刑事。仕切り直しだ。5からカウントしてる。
5 4 3 2 1 0。撃ったよ。カサンドラ、カサンドラ、もう行かないでくれ、カサンドラ、カサンドラ。のジュリア、あの人はあのおとぎ話を実現しようとしていたんですね。私が母から聞かされていたあのおとぎ話の通りに。死んだ人が生き返るはずなんてないのに。スティーブンさん、15年も前に母は死んでいたんです。歌っていれば必ず会えるって信じてた。もう私の歌を聴いてくれる人はいない。私を愛してくれる人はもう。ジュリア、思い出したの。お母さんが聞かせてくれたおとぎ話、小さなアイアスって話なんですけど、こういう結末で終わるんです。太陽の神様に見つかった小さなアイアスは、神様が放った矢に当たって死んでしまいました。そして一人残され、泣いていた精霊も羽を取られて海に消えてしまいました。昔聞かされた時には怖いだけだったけど、今はなんだかわかる気がします。さようなら。待て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 、さん。うそ、うそだろ。嘘。おお。あ、ライアン。大丈夫だったんだな。ステル島に伝わるフォークロアか。終わってみれば結局そのおとぎ話通りに話が進んでいった。宿命には逆らえないってことなのか。しかしお前に助けられるなんて俺も落ちぶれたもんだ。お前も内心そう思ってるんじゃないか。そうだな。まったくだ。ともあれスティーブン、ありがとう。恩に着るよ。ああ、事件の顛末はロナルドから聞いたよ。サイモンのこともな。あいつ最後に何て言ってた。それは
あいつらしい最後だな、あのバカ。なあスティーブン、カサンドラのやつは一体どこまで本気だったんだろうな。結局あの男の暴走で組織は壊滅しちまった。正気の沙汰じゃない。セイレーンの涙、あれは本当に人を狂わせる魔性のダイヤだったのかもしれないな。さて、付き合わせて悪かったな、スティーブン。貴重な休暇だ。もう帰ってゆっくりしてくれよ。俺はもう少しここで飲むことにするさ。悪いな、じゃあそうさせてもらおうかな。明日職場で会おう、スティーブン。またな。またな。ちょっとバッドエンディングじゃん。助けられなかったな。あれ完全に助けられる何かがあったよね、これね。はい、ということでデカボイスクリアでございます。マジか、助けたかったなジュリア。ただライアン生きててよかった。なんかあるのかな最後に。よっ、あの部屋だね。お、怪我治ったんだライアン。スティーブン、報告を聞きたい。ひとまず部屋に戻ってきてくれ。そこに映ってるのは？どういうこと？マービンの評価、何？4なのこれは。ああ、でも銃撃クラスはダブル A ついてるわ。ラストレポート。おっ、ソリオをゲットしたぞ、ライアンコレクションに。セーブ。おー、クリア1ってついたから、これ2周目だ。はい、ということでクリアでございますね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回違うゲームでお会いしましょう。ほんじゃ、またな。